後半です。結局全部、牛タンを焼きました。これで1000キロカロリー。今日は、そんなに昼も食べてないんで、大丈夫。最近ね、ちょっとダイエットをやってるんで、今日は雨だったんで自転車乗ってないですけども、だいたい仕事終わって自転車にだいたい2、30キロ乗ってっていう生活を今しています。で、だいたいショートで撮っている動画は、その自転車で走っている時に、あ、ここ綺麗だなっていうところを止まって撮ったりしています。吉田類の酒場放浪記を見てます。もうこの家BS しか映らないんで、もう民放のテレビはもうずっと見てないですけどね、十分もう BS でいいですね。もう十分です。楽しい。結構飲み系のチャンネルが番組が多いんで、 BS結構ね、録画して見てます、全部。孤独のグルメもそうだし、この、酒場類、吉田類もそうだし、女放浪記もそうだし、あと、町中華でやろうでも好きですし、いろいろありますよね。ちなみにこの音楽はね、センサー、外のセンサーが反応して鳴ります。車が通ったんで鳴りました。あとね、夜中になるとビビるんですよね。イノシシとかが来た時にもう分かるようになってます。こっちね、ほじくってるんでね、イノシシが。いつかね、遭遇すると思いますけど。これ。これ、夏休みの工作みたいなやつですけど、これも流木で作りました。2段の棚で、なんかこう車中泊にこうポーンと積んで持って行ったり、あと、キャンプラーにこう物を置いたり、鍋とか調味料とか置いたりするから、ね、いいかなと思って買いました。0円です。またね、その作る動画も撮ろうかなと思うんですけど、このね、14プロ16万なんで、こう倒れたりすると嫌なんですよね、風とかで。もう、すんごい神経使ってます、外で撮るときは。もう、高価なんで。普段は専用の100均で買ったスマホをケースに入れて持ち歩いてます。傷にならないように。Ugh.
本当にうまかった。久しぶりに食った豚タン。もう家焼肉の時はね、もう豚のタンで上等。これね、焼きピーマンも美味しい。このサクサクで、このね、栄養があるんで、種も種はね、とろっとしてうまいです。もうサクサクととろっとしてダブルの味わい。吉田類と飲みたいな。この人高知出身なんですよ。ご飯も20分ぐらいで終わります。まあ自然体で、晩酌シリーズはもう自然体っていうのをテーマにやってますので、普段一人で家で飲んでるような雰囲気をそのまんま。ちなみに今9時ね、9時半です。もう9時半になるとね、亀は寝ます。朝はね、早いんですよ。明るくなったら起きるんで。でね、こうバタ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 暴れるんですね。餌くれで。朝に餌1回だけやって、あとは食べないんで、一日一食です。夜になったんで。これが、これ3本目。あとね、ヒロシキャンプも好きですね。面白いね、あれも。結構ね、BS 本当ね、ニュースも結構平日はもう、ずーっとやってるんで、もう7時半から。チャンネル変えていけば。まあ、マニアックが多いですよね。国内のニュースは、ほとんどないですけど、まあ出る政治家、あと海外のウクライナ戦争とか、まあそういうのが多いですけど、うん、いい政治と。あとね、ドリフもあるし、あと釣りバカ日誌もあるし、毎週。
あと101回目のプロポーズもあるし、吉本新喜劇もあるし、結構バラエティーもね充実しようよ。なかった。10分。何歌おう。ミドルが起きた。長生きするし、うん、うまい。それでは本日ラストです。ごま油、塩、レモン、トリプル味変で、まあ、うまかった。本当にうまかった。ごめんなさい。よし、ちょっと片付けます。
よいしょ。15分30秒。本日の食後のお菓子はポップコーンです、マイクポップコーン、バター醤油味、北海道産バターパウダー塩、食物繊維たっぷり。これカロリー1袋 50g あたり244kcal です。塩分が 0.9g。 ちょっとね、ダイエットを意識してからもうだいたいポップコーンみたいな食堂に渡して食べるとしたら、あのね、このサイズ感で 244kcal なんでおすすめです。食べ応えがあって244kcal、 うまい。かも、17分なんで歌って終わりにしようか。空も飛べるはず。歌ってみろかな、スピッツ。歌ったことないけど。5分30。スピッツね、高いんで、-4で歌います。スクロールがあるんかったら歌えなくなるっていう、それがちょっと難しい。
23分、オーバーしましたけども、よし、そしたらもうちょっと飲んで寝ます。ごめんなさい。